報道するラジオ。引っかかるその裏側にこだわる報道するラジオ。こんばんは水波希子です。そしていつものように毎日新聞ホット評語編集長の平野幸夫さんです。どうもこんばんは,んばんはよろしくお願いします。 えまず今日のニュースから一つ、はい、え全国の原発で、まあ、ただ一つ稼働しているのは関西電力の多い原子力発電所ですけれどもこの多いの原発の 運転の差し止めを求めた裁判が今日始まりました。はい、これはあの安全性が保障されないまま再稼働させたとして福井県などの住民が起こした裁判なんですよ。はい、まあこれからどういう話になっていくのかというところ、ね、大変注目される裁判ですね。ちょうどまあ1月の末に、えー、まあ今年の夏に、えー、国が出す原発の安全基準のを満たしてない。 まあ一つの代表的な大井原発、うん、で、司法がどうやって真正面からこれを審理するかというのは注目されますよねでもう一方ね、今日夕刊を見てたんです、うん、日経新聞の夕刊を見てたら、一面の記事がね、トップの記事がこれですわ、はい、原発、アジアで100基新設、新しく作るっていう話なんですよね。うん、あの アジアでは原発がこれからどん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 増えていくという話が載ってまして、これから20年の間におよそ100機増えていくという。う 見通しですって原発ビジネスは韓国と日本があの売り込み合戦してましてね、うん、ビジネスで取り合いですか。えーまあ、すごいそういう意味では、ば莫大な利益を生むということですけれども、<ぁ>そもそもその国内で,です、ね、安全基準をその満たすことができてない原発をどうして国外に輸出できるのかという根本的な疑問がつきまといますよねでもね、この間、アジアいろんな国って、安倍さんは。 この原発を輸出していくっていうね。そうですね。まあ政権交代で、まあ大きくまた火事が。示して、やはり、ね。日経新聞の文言では、うん、日本企業にとっては、原発関連の輸出機会が広がる。うん これ20年で50兆円市場だって、まあビジネスとしてはそういう数字になっていくわけなんですが、うん、さあ今日はですね、はい、その原発っていうのはまあ昔から言われている、よくあの、えー、トイレのないマンション。ああ、そうですね。核廃棄物ですね。ね、結局核のゴミをどないすんねん、うん、その捨て方、うん、捨てる場所、うん、どうしていくんだっていう話が全然まあうまく ううままくいいいいっっててなんいんだだと走る話ががありますが、うん、今日はそうした核のゴミ、はい、原発から出てくる核のゴミが今どうなっているのかという現状ですね、お伝えしようと思います、はいえー。今日はその現実を皆さんお知りいただいて、 そして、え、あなたはどんな風に原発と向き合っていきたいと思われるのか、うん、その原発政策についてあなたはどう感じになるのかお聞かせいただきたいと思います。ご意見をファックス、メールでお寄せください。ファックスこちらです。066809-9090。6809-9090です。そして、E メールの場合は、報道するラジオのほうです。HOU、アットマーク、 nbs1179.com ほうアットマーク nbs1179.com でお待ちしておりますご意見を採用させていただいた方には番組特製ホワイトボードをお送りしますあや引っかかるその裏側にこだわる報道するラジオ 一一七九 MBS ラジオがお送りしています。報道するラジオ今日の特集テーマはこれです。どうするねん原発のゴミ、はい、なんですね。うんえー、まずゲストお一人。 まずご紹介したいと思います。市民グループ各のゴミキャンペーン関西の小坂克也さんがスタジオにお越しくださいました。小坂さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。あの私、最初にトイレのないマンションっていう言い方しました。原発のゴミ。って どうするねんっていうのが今日のテーマなんですけど、まずはその原発のごみというのは、まあ、どういうものなのかっていうところから教えていただけないですか、はいあの非常にイメージし,かしにくいものだと思うんですけどもゴミっていうと、なんかね、うん、私らの身近にあるゴミの言葉でね、でね軽く聞こえちゃうんですけど、えー、本当はどれぐらいのものなのかそうですね、すごく狭い説明をすると、うん、使用済み核燃料の中に溜まっている、うん、 核分裂生成物っていいうももものななんんででですすけどよ、はい、よくわかんないですよねちょっとあのイメージを変えるためにこんなことを言わせてもらいたいと思うんですけども、うん、あの福島第一原発の事故は皆さんご存知ですよね、はい、あの事故っていうのは本来閉じ込めておかなければならない核のゴミが 漏れててしまっった出来事だいいう言い方ができるかと思います外へ出てしまって大気に乗って、はい、海に入っていろんなとこへで出ていましたそうですね核のゴミが漏れることで起こる出来事がああいうことなんだとかそうか元は核のゴミなんですねですあれあの事故の本質は核のゴミだというふうに言えるかと思いますそのことであれだけの人が避難しなければならないであるとか、はい、本来 あの食べることのできる食品が食べられなくなったりであるとか、うん、あるいはあのそれが付着したものっていうのはあのまたそれ自体があのもうゴミになってしまいますからもともとのここ非常に高レベルであったあのものが薄く広く広がることで、うん、あの低レベルの なんですかね、皇帝のグラウンドの土もそうですし、あの除染で<ー>水が流れ着いた先の下水汚泥もそうですし、そういったもの、一切合切が新たに低レベルのゴミになってしまうっていう、うん、そうか、もうゴミが日本のいろいろな国土を覆っているという状況になってしまったわけですけど、ね、考えたら福島第一原発だけじゃなくて、はい、全国の今、50基って言われてるんですか、その原子炉の中には核のゴミがどん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 。 まあ、あるわけででそうですねあの原子炉もそうですけども、はい、使い終わればその使用済み核燃料はあの別のとろに行って保管しますから、はいあのー、存在している場所っていうのはあのか使用済み燃料の保管プールであるとかこれも核のゴミ。ある意味でそうですあのものに核のゴミだと思いますそうですねあ<の>でも、ね、原発のゴミをなんとかしようと思っては来たわけでしょう。はいはいはい まあそうですね処分しようって言ってますよね、これはどうなってるんですか、どういうふうに処分しようという理想を抱いてきたんでしょうえと計画では、再処理の話に入ると難しいんですけれども、うん、一応、日本ではその使用済み核燃料の中から、あのウランとプルトニウムを回収するっていう、再処理をするっていう選択をしてますから、六カ、はい、所村の再処理工場で。 ウウランとプルトニウムを回収するそしたらまあそこで残ってくるのが、えー、核分裂生成物死の肺っていうものなんですよね。はい、でその死の肺は再処理の過程で液体になってしまってますから、うん、まあそれをあの最後にこう。 えとステンレスの容器に詰め込んで、うんまあ蓋をすると、はい、であの液体の状態では非常に危ないのでガラスとブレンドして、まあ、冷えれば固まるような状態にして、まあ、なあのパッケージするガラスで固形化する、うんすね、ガラス固化って言われますねで,す、はい、でガラス固化体と呼ばれるものなんで,、はい、なんですけども、はい、それで処分していこうとそうです だけど、もともとはぐるぐる、そのサイクルで回していって、なんか核のゴミは単なるゴミではなくって、エネルギーの宝の元であるみたいな言い方をしてきましたよね。え、あの、それは、<え>あの、単なるゴミでない部分は、プルトニウムのことであって、うん、あプルトニウムを抽出してますからね。はいはい、そ,それ自体もうまくいってないんでしょうあの、私たちはプルトニウムもゴミだと思ってます。<ー>ああ。 同じものであっても使用価値があると思えばそれを強弁することはできるんですけど<あ>も<う>でも実際にそれはうまくいってはいないんじゃないですかそうですねあのプルトニウムはあのうまく利用する方法っていうのもあの難しいことですし非常に 今行き詰まってると思います、うんうん、結局平野さんも、ね、ど,どっちにしてもし処理もできてし、うんうん、もう行き場のない廃棄物ですよねああ<ー>これはまあ,<う>あの日本だけじゃなくてもちろん世界的レベルでね、はい、あのもう解決策はないんですよね、うん、報道するラジオああ 引っかかるその裏側にこだわる報道するラジオこんばんは水なき子ですそしていつものように毎日新聞ホット評価編集長の平野幸男さんですどうもこんばんは,んばんはよろしくお願いしますまず今日のニュースから一つはい。 全国の原発で、まあ、ただ一つ稼働しているのは、関西電力の大井原子力発電所ですけれども、この大井の原発の運転の差し止めを求めた裁判が今日始まりました。はい、これは、あの、安全性が保障されないまま再稼働させたとして、福井県などの住民が起こした裁判なんですよ。はい、まあこれからどういう話になっていくのかと。 うね、いうところ、大変注目される裁判です、ね、これはちょうどもう1月の末に、えーまあ今年の夏に、えー、国が出す原発の安全基準を満たしていない、一、まあ、つのお代表的な大井原発で、司法がどうやって真正面からこれを審理するかというのは、注目されますよねもう一方ね、今日夕刊を見てたんです、うん、日経新聞の夕刊を見てたら、一面の記事がね、トップの記事がこれですわ。はい 原発、アジアで100機新設、新しく作るっていう話なんですよね。うあの、アジアでは原発がこれからどん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 増えていくという話が載ってまして、これから20年の間におよそ100機増えていくという,う、 見通しですってもう原発ビジネスは韓国と日本があの売り込み合戦してましてね、うん、ビジネスで取り合いですか。えーまあすごいそういう意味では、の莫大な利益を生むということですけれども、<ぁ>そもそもその国内で,です、ね、安全基準をその満たすことができてない原発をどうして国外に輸出できるのかという根本的な疑問がつきまといますよねでもね、この間、アジアいろんな国って、安倍さんは。 この原発を輸出していくっていうね、そういう考え政権交代で大きくまた火事がするのに来ましたよね日経新聞の文言では、うん、日本企業にとっては原発関連の輸出機会が広がる、うん これ20年で50兆円市場だって、まあビジネスとしてはそういう数字になっていくわけなんですが、うん、さあ今日はですね、はい、その原発っていうのはまあ昔から言われている、よくあの、えー、トイレのないマンション。ああ、そうですね。核廃棄物ですね。ね、結局核のゴミをどないすんねん、うん、その捨て方、うん、捨てる場所、うん、どうしていくんだっていう話が全然まあうまく ううままくいいいいっっててなんいんだだと走る話ががありますが、うん、今日はそうした核のゴミ、はい、原発から出てくる核のゴミが今どうなっているのかという現状をですねお伝えしようと思います、はいえー、今日はその現実を皆さんお知りいただいて、えー、あなたはどんなふうに原発と向き合っていきたいと思われるのか、うん、その原発政策についてあなたはどう感じになるのかお聞かせいただきたいと思いますご意見を ファックスメールでお寄せください。ファックスこちらです。066809-9090。6809-9090です。そして、E メールの場合は、報道するラジオのほうです。hou.nbs1179.com ホウアットマーク NBS1179.com でお待ちしておりますご意見を採用させていただいた方には番組特製ホワイトボードをお送りします「あいや引っかかる」「その裏側にこだわる」「報道するラジオ」「1179NBS ラジオ」がお送りしています 報道するラジオ、今日の特集テーマはこれです。どうするねん、原発のゴミ。なんですね。まずゲストを一人。まずご紹介したいと思います。市民グループ。核のゴミキャンペーン関西の。小坂克也さんがスタジオにお越しくださいました。小坂さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。お願いいたします。ますあの、私、最初に。 トイレのないマンションっていう言い方しました、原発のゴミってどうするねんっていうのが今日のテーマなんですけど、まずはその原発のゴミというのは、まあどういうものなのかっていうところから教えていただけないです非、はい、あのー、非イメージしかしにくいものだと思うんですけどもゴミっていうと、なんかね、うん、私らの身近にあるゴミの言葉でね、でね軽く聞こえちゃうんですけど、えー、本当はどれぐらいのものなのか。そうですね、えーあ あのす,すごく狭い説明をすると、うん、使用済み核燃料の中にたまっている核分裂生成物っていうものなんですけども、うんはい、まあでもよくわかんないですよねちょっとあのイメージを変えるためにこんなことを言わせてもらいたいと思うんですけども、うん、あの福島第一原発の事故は皆さんご存知ですよね、はい、あの事故っていうのは本来閉じ込めておかなければならない核のゴミが 漏れてしまった出来事だっていう言い方ができるかと思います。外へ出てしまって大気に乗って海に入っていろんなところへ出ていました。そうですね。あのー、そのなんですか核のゴミが漏れることで起こる出来事がああいうことなんだうそうか元は核のゴミなんですね。すあれあの事故の本質は核のゴミだというふうに言えるかと思います。そのことであれだけの人が避難しなければならないであるとか、はい、本来 あの食べることのできる食品が食べられなくなったりであるとか、うん、あるいはあのそれが付着したものっていうのは、あのまたそれ自体があのもうゴミになってしまいますから、もともとのここ非常に高レベルであったものが薄く広く広がることで、うん、あの低レベルの、なんですかね、工程のグランドの土もそうですし、うん、あの除染で。えー 水が流れ着いた先の下水汚れもそうですしそういったもの一切合切さが新たに低レベルのゴミになってしまうっていうそうかもうゴミが日本のいろいろな国土を覆っているという状況になってしまったわけですけどす、ね、考えたら福島第一原発だけじゃなくて、はい、全国の今50基って言われてるんですかその原子炉の中には核のゴミがどん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 。 まあ、あるわけででそうですねあの原子炉もそうですけども、はい、使い終わればその使用済み核燃料はあの別のとろに行って保管しますから、はいあのー、存在している場所っていうのはあのか使用済み燃料の保管プールであるとかこれも核のゴミ。ある意味でそうですあもろに核のゴミだと思いますそうですねこの原発のゴミをなんとかしようと、はいはい、思っては来たわけでしょう。はいはい まあそうですね処分しようって言ってますよね、これはどうなってるんですか、どういうふうに処分しようという理想を抱いてきたんでしょうえと計画では、再処理の話に入ると難しいんですけれども、うん、一応、日本ではその使用済み核燃料の中からあのウランとプルトニウムを回収するっていう、再処理をするっていう選択をしてますから、六カ、はい、所村の再処理工場で。 ウウランとプルトニウムを回収するそしたらまあそこで残ってくるのが、えー、核分裂性生成物死の肺っていうものなんですよね、はい、でその死の肺は再処理の過程で液体になってしまってますから、うん、まあそれをあの最後にこう、えー、とステンレスの容器に詰め込んで、うん、まあ蓋をすると、はい、であの液体の状態では非常に危ないのでガラスとブレンドして まあ、冷えれば固まるような状態にして、まあなんか、あのー、パッケージしガラスで固形化する。うんすね、ガラス固化って言われますねです、はい。で、ガラス固化体と呼ばれるものなんで,、はい、なんですけども。それで処分していこうと。そうです。だけど、もともとはぐるぐる、そのサイクルで回していって、なんか核のゴミは単なるゴミではなくって、うん、エネルギーのもう宝の元であるみたいな言い方をしてきましたよね。え、あのーそ、それは、えー、あの、 単なるゴミでない部分はプルトニウムのことです、うん。プルトニウムを抽出してますからね。はいはい、そ,それ自体もうまくいってないんでしょあの、私たちはプルトニウムもゴミだと思ってます。あ,<ー>あの、同じものであっても使用価値があると思えばそれを。はい、ゴミとは言わない。そう、共弁することはできるんですけど<あ>もうう。でも実際にそれはうまくいってはいないんじゃないですかそうですね。あの、プルトニウムは、あの、うまく利用する方法っていうのも、あの、難しいことですし、うん、あのーえ、非常に 今行き詰まってると思います、うんうん、結局平野さん、ね、あのど,どっちにしてもし処理もできてへ、うんし、うん、もう行き場のない廃棄物ですよねああ<ー>これはまあ,<う>あの日本だけじゃなくてもちろん世界的レベルでね、はい、あのもう解決策はないんですよね、うん、報道するラあオ。あー 引っかかるその裏側にこだわる報道するラジオこんばんは水なき子ですそしていつものように毎日新聞ホット評価編集長の平野幸男さんですどうもこんばんは,んばんはよろしくお願いします,ししま,すえまず今日のニュースから一つはい。 全国の原発で、まあ、ただ一つ稼働しているのは関西電力の大井原子力発電所ですけれどもこの大井の原発の運転の差し止めを求めた裁判が今日始まりました、はい、これはあの安全性が保障されないまま再稼働させたとして福井県などの住民が起こした裁判なんですよ。はい、まあこれかからどういういい話になっていくのかと うね、いうところ、大変注目される裁判です、ね、これはちょうどまあ1月の末に、えーまあ今年の夏に、えー、国が出す原発の安全基準のお満たしていない、一、まあ、つのお代表的な大井原発で、司法がどうやって真正面からこれを審理するかというのは、注目されますよねもう一方ね、今日夕刊を見てたんです、うん、日経新聞の夕刊を見てたら、一面の記事がね、トップの記事がこれですわ。はい 原発アジアで100機新設新しく作るっていう話なんですよね。うあの、アジアでは原発がこれからどん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 増えていくという話が載ってまして、これから20年の間におよそ100機増えていくという,う 見通しですってもう原発ビジネスは韓国と日本があの売り込み合戦してましてね、うん、ビジネスで取り合いですか。えーまあすごいそういう意味では、の莫大な利益を生むということですけども、<ぁ>そもそもその国内で,です、ね、安全基準をその満たすことができてない原発をどうして国外に輸出できるのかという根本的な疑問がつきまといますよねでもね、この間、アジアいろんな国って、安倍さんは。 この原発を輸出していくっていうね、そうですね。まあ政権交代でまあ大きくまた火事が連山方面に行きましたよね。日経新聞の文言では、うん、日本企業にとっては原発関連の輸出機会が広がる。うん これ20年で50兆円市場だって、まあビジネスとしてはそういう数字になっていくわけなんですが、うん、さあ今日はですね、はい、その原発っていうのはまあ昔から言われている、よくあの、えー、トイレのないマンション。ああ、そうですね。核廃棄物ですね。ね、結局核のゴミをどないすんねん、うん、その捨て方、うん、捨てる場所、うん、どうしていくんだっていう話が全然まあうまく、 うまくいっていないんだと。ないまま走ってるんだっていう話がありますが、うん、今日はそうした核のゴミ、はい、原発から出てくる核のゴミが 今どうなっているのかという現状をですね、お伝えしようと思います。はいえー、今日はその現実を皆さんお知りいただいて、えー、あなたはどんな風に原発と向き合っていきたいと思われるのか、うん、その原発政策についてあなたはどう感じになるのかお聞かせいただきたいと思います。ご意見をファックス、メールでお寄せください。ファックスこちらです。066809-90906809- 9090 90です。そして、E メールの場合は、報道するラジオの o うです。hou.nbs1179.com ーク .nbs1179.com でお待ちしております。ご意見を採用させていただいた方には、番組特製ホワイトボードをお送りします。 かかるその裏側にこだわる報道するラジオ一一七九 mbs ラジオがお送りしています報道するラジオ今日の特集テーマはこれですどうするねん原発のゴミ、はい、なんですね、うんえー、まずゲストを一人 まずご紹介したいと思います市民グループ核のゴミキャンペーン関西の小坂克也さんがスタジオにお越しくださいました小坂さんこんばんはこんばんはよろしくお願いしますお願いいたしますあの私最初にトイレのないマンションっていう言い方しました原発のゴミって どうするねんっていうのが今日のテーマなんですけど、まずはその原発のゴミというのは、まあ、どういうものなのかっていうところから教えていただけないですかはいい、あのー、にイメージし,かしにくいものだと思うんですけどもゴミっていうと、なんかね、うん、私らの身近にあるゴミの言葉でね、でね軽く聞こえちゃうんですけど、えー、本当はどれぐらいのものなのかそうですね、すごく狭い説明をすると、うん、使用済み核燃料の中に、 溜まっている核分裂生成物っていうものなんですけれども、うんはい、まあでもよくわかんないですよねちょっとあのイメージを変えるためにこんなことを言わせてもらいたいと思うんですけれども、うん、あの福島第一原発の事故は皆さんご存知ですよね、はい、あの事故っていうのは本来閉じ込めておかなければならない核のゴミが 漏れててしまっった出来事だいいう言い方ができるかと思います外へ出てしまって大気に乗って海に入っていろんなところへ出てきましたそうですね核のゴミが漏れることで起こる出来事がああいうことなんだとかそうか元は核のゴミなんですねですあれあの事故の本質は核のゴミだというふうに言えるかと思いますそのことであれだけの人が避難しなければならないであるとか、はい、本来 あの食べることのできる食品が食べられなくなったりであるとか、うん、あるいはあのそれが付着したものっていうのはあのまたそれ自体があのもうゴミになってしまいますからもともとのここ非常に高レベルであったあのものが薄く広く広がることで、うん、あの低レベルの 皇帝、ね、のグラウンドの土もそうですし、あの除染で<ー>水が流れ着いた先の下水汚泥もそうですし、そういったもの、一切合切が新たに低レベルのゴミになってしまうっていう、うん、そうか、もうゴミが日本のいろいろな国土を覆っているという状況になってしまったわけですけど、ね、考えたら福島第一原発だけじゃなくて、はい、全国の今、50基って言われてるんですか、その原子炉の中には核のゴミがどん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 。 まあ、あるわけででそうですねあの原子炉もそうですけども、はい、使い終わればその使用済み核燃料はあの別のとこに行って保管しますから、はいあのー、存在している場所っていうのはあのか使用済み燃料の保管プールであるとかこれも核のゴミ。ある意味で、ね、そうですあも,もろに核のゴミだと思いますそうですねの原発のゴミをなんとかしようと、はいはい、思っては来たわけでしょう、はいはい まあそうですね、はい、処分しようって言ってますよね、これはどうなってるんですか、どういうふうに処分しようという理想を抱いてきたんで計画では、再処理の話に入ると難しいんですけれども、うん、一応、日本ではその使用済み核燃料の中からあの、ウランとプルトニウムを回収するっていう、再処理をするっていう選択をしてますから。はい 六ヶ所村の再処理工場でウランとプルトニウムを回収するそしたらまあそこで残ってくるのが、えー、核分裂性生成物死の肺っていうものなんですよね、はい、でその死のイは再処理の過程で液体になってしまってますから、うん、まあそれをあの最後にこう、えー、とステンレスの容器に詰め込んで、うん、まあ蓋をすると、はい、であの液体の状態では非常に危ないのでガラスとブレンドして まあ、冷えれば固まるような状態にして、まあなんか、あのー、パッケージしガラスで固形化する。うんすね、ガラス固化って言われますねです、はい。で、ガラス固化体と呼ばれるものなんで,、はい、なんですけども。それで処分していこうと。そうです。だけど、もともとはぐるぐる、そのサイクルで回していって、なんか核のゴミは単なるゴミではなくって、うん、エネルギーのもう宝の元であるみたいな言い方をしてきましたよね。え、あのーそ、それは、ええ、あの、 単なるゴミでない部分はプルトニウムのことです、うん。プルトニウムを抽出してますからね。はいはい、そ,それ自体もうまくいってないんでしょあの、私たちはプルトニウムもゴミだと思ってます。あ,<ー>あの、同じものであっても使用価値があると思えばそれを。はい、ゴミとは言わない。そう、共弁することはできるんですけど、はい、も<う>。でも実際にそれはうまくいってはいないんじゃないですかそうですね。あの、プルトニウムは、あの、うまく利用する方法っていうのも、あの、難しいことですし、うん、あのーえ、非常に 今行き詰まってると思います、うんうん、結局平野さんどっちにしてもし処理もできてへんし、うんうん、もう行き場のない廃棄物ですよねああ<ー>これはまあ,あの<う>日本だけじゃなくてもちろん世界的レベルでね、はい、あのもう解決策はないんですよねしかしながらただ一つ解決しようと、ええ、その最終処分場と言われるものを建設、うんうん している国があるんですね。うんはい、えー、そこを取材しましたのが。えー、毎日放送の伊佐治正記者です。こんばんは。伊佐治さんは。フィンランドに。行ってきたんですよ、ね。そうなんですね。フィンランド。ちゅうのは。えー、っと。北欧ぐらいのことはわかるんですけども。どういう国なんですか。あのー。 フィンランドというと、まあ、北欧すごく遠い国というような印象があるかと思うんですけれども、えーえー、まあ実は、まあ大国ロシアを挟んで、日本の隣の隣。うん、あ、そうか。うん、そうも言えますね。日本から一番近いヨーロッパと言われてます。<ー>はい、で、まああの、成田とか、関空からも毎日直行便がまあ飛んでる、まあ意外と近いヨーロッパなんですね。うんうん、で、えー、国土はですね、 日本よりちょっと狭いぐらいの国土なんですけれども人口は530万人、ね、少ないなですよね人口密度は日本よりかなりゆったり暮らしてはるわけですねで,すね、えー、でまあ北欧といいますとまあ風力発電とかですねまあ自然エネルギーの利用っていうのが盛んというそういうイメージありますあると思うんですけれどもこのフィンランドっていうのは実は電力供給の 3割30%を4基の原発に頼っているといわゆる原発依存国家とも言えるわけですかえます北欧の原発国家ですねでそのまあ世界で唯一の最終処分まあ今のところはまだ候補地ですけれどもこれはその首都のヘルシンキから北西に250キロほど離れたエウラヨキというこれまあ日本でいうと 市とか町とかあるんですけども、そういう概念がちょっと違いますので、うん、まあ自治体、エウラ行きという自治体の、オルキルおトっていう、ほとんど人が住んでいない島がありまして、はいえー、そこに作られてるんですね。はい、最終処分場。はい。はい、これ正式名称を言いますと、うん、ちょっと、あのい、いかめしくてですね。 地下岩盤特製調査施設 <laughs> <laughs> 単なる調査する施設かと思いますけど実はそうじゃないそうですね地下岩盤特性調査施設<笑><笑>で皆さんこれをオンカロあオンカロっていうのは、うん、あの私も聞いたことがあります、うん、と言いますねこれフィンランド語で、はい、あ隠し場所隠し場所、うんまあ、隠し蔵とかですねはあまあ、いかにも つまり核のゴミを隠す蔵隠す場所だという意味でオンカロと呼ばれてるんですねはいそのオンカロに入ってきたんですかそうなんです先月なんですけれども行ってまいりましたまずですね作業員の方々と同じような作業着それからヘルメットゴーグルなんかもつけましてですね え向こうの担当者と一緒に車に乗り込んで入っていくわけです。はい、でも、かろの入り口っていうのは、こう、地面に斜めに、まあ、地下の駐車場への入り口みたいなイメージですね。扉があって。はい、えそこをこう、そういう入り口を入っていくんですけれども、うん、ちょうど幅はですね、こう、車1台と少し余裕があるぐらい。すれ違うことはちょっとできないかなというぐらいの。<ー>えー、観光の行動のよまさにそうですね。<ー>行動ですね。うん。で、 結構急斜面なんです。うん、で、えー、当然暗いんです。はい、で、数メートルおきぐらいにこうポツポツと蛍光灯がついてるんですけれども、<ー>それでもなお暗くて、うん、まあちょっとこう、例えば兵所恐怖症の方とかですと、えーうん、無理かなという。どんどん地下に入っていく感じ、はい、暗いところへ。そうですね、潜っていく感じですね。えー、で、こう、まっすぐ降りるのではなく、うん 螺旋状にぐるぐる回りながら地下へと深く潜っていくそうです車は時速20キロから30キロぐらいのイメージですかねゆっくり降りていくんですけれどもちょうど入り口入りまして10分ぐらいのところで突然屋根がぼつ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 という音がしましたので私もびっくりしたんですけれどもこれ聞きますと地下水うわ 大丈夫なんですかです、ね、地下水がそんなに水脈がそこにあるところなんですね、はあ、でもう屋根からその水が前の窓に流れ落ちてワイパーがこういるくらい、はあ、でまあ核のゴミを収めるところですから大丈夫なのかなと思いまして、はあえー、職員の方に聞いてみましたその時の様子です、はあ、これ上 <ペー>影響はないんですか安全性には。No, no, not really, but we cannot put canisters i e あの、大丈夫、大丈夫と。あ気にせんでみたいな感じですか <laughs>、まあ、確かにこんな場所にあの塩積み核燃料を直接置くことはできないんだけれども、まあ、ここを避ければ、えー、いいんだと。まあ、避けることはできるよと。<laughs> まあ、いうことでした。 で、あのー、今、螺旋状に道が、行動が、と言いました。うん、で、地下水脈にぶつからないように、こう避けて調査しながら掘っていくんだそうですけれども、はい、まあどうしても、ぶち当たってしまうところがあるということなんですね。で、再び車を動き出しまして、まあそこから5分ぐらい、地上から15分ぐらいで。うん、どれぐらいの深さにまで行くんですかえ、これ、えー、深さは、 420m。公道の,の距離が、螺旋状に 4km ほどなんだそうですけれども、えー、のところで、ちょうどこう、ぽっかりとひ、1 0ル四方ぐらいの広場のような平坦な平たい場所がありまして、そこで車は止まりまして、まあ、降りるように言われておりました。で、その広場からは、えー、今度は横に、 何て言うんですかね、アリの巣のイメージですかね。うん、横に今度はトンネルが数本伸びてまして、うん、で、このその一そのある一本トンネルに入ってますと、そこからさらに今度縦に。うん。今度また垂直に、に垂直にえ穴が掘られてるんです。<ー>まあ深くと言いましても、その穴はだいたい直径およそ2メートルで深さが8メートル。うん、ここに、その核のゴミを入れたキャニスターという。はい。うん 金属製のカプセルを入れて、で、上から粘土的なもので、はあ、覆ってえ保管するわけですね。保管しようという話なすね。そうなんです。はあ、で、まあ最終的に、今これまだ、あの、建設中で、最終的にはこのトンネルの総延長75キロ。75キロ、はあ、で、縦穴、その、キャニスターを入れる縦穴が3000本。はあ、ですから、ある種もう地下の、 指定都市みたいな感じですね、はい、1>, で1万2000トンの核燃料を、まあ、入れれると1万2000トンの核燃料ってなんかもう気が遠くなるな、うん、何年分ぐらいですか、えー、これフィンランドでいうと50年から60年、うん、だけどこれ1万2000トンってすごい量ですけれども、うんえー、これ日本の今抱えている、はい、多分使用済み核燃料なんか入れるともうあっという間にいっぱいになっちゃうような、うん 量なんだと思そうなんですか。小坂さん、そうですか。あ、もうそうだと思います。日本の方がもっともっと多いんですかあ、もう全然違います。全然違う。レベルが、桁が違う。そうなんですか。はこれ、フィンランドの場合は、これ、5、60年と。はい。で、あの、これ、オンカロというのは、あの、大前提なんですけれども、フィンランド国内の原発で出た使用済み核燃料だけを入れますよと。うん。つまり、外国の、 受け入れたりなんんてこととはしませんという大前提です、す、はあはい、フィンランドにはその放射性物質を国内に出すことも国あ、国外に出すことも国外から入れることもできないというふうにやってますから。はい、<で>じゃあ、フィンランドの国内で使う放射性物質については、もうこんだけの広さで大丈夫ですよというのを確保したってことなんですね、うん、<laughs> そうですね、ひとまず5、60年。は大丈夫だと。<そ> うん、だけどそんなんで放射性物質消えませんや危険性は、えー、そうなんですでああこれあのー、まあ昨年末に、まあ、最後の申請を出してましてね、はい、で早ければ2022年ですから、うん、えー、あと10年,10年もないですねぐらいから稼働するということなんですけれども<ー>で、まあ、一見ここでスパンが飛びます、はい、100年後に、えー、埋め戻します ちょっと待ってくださいよ、これから10年以内ぐらいに稼働します、で、100年後に埋め戻すすべて埋め戻すって、いか、いやいや、今、要するに75キロ掘るわけですよね、それを全部埋め戻す、要するにもう、を蓋をする、もう土か岩盤で覆ってしまうということですですね。 潰しちゃいます。埋めてしまう。はい、潰して。ええ。さらちのように見せるんですかということです。地上から見たら何にもないような状態にしてしまうんですそうです。もう全部蓋もして土もかけて。そういうことです。え何のために <laughs> で、そこなんですけれども、ええ、で、その状態で、さらにスパンが、 10万年間ちょっと待ってよ <laughs> 10年後の話が来てで100年後に埋めて何もなかったからにして次10万年後、うん、はいたつとまあその使用済み核燃料の毒性も消えるだろうと消えるよと <laughs> 10万年後ねこれ10万年ってピンとこないと思うんですけれども10万年ってどういう歴史ですの 10万年前と、まあこれ私ちょっと調べてみたんですけれども、<う>えー、大阪市立自然史博物館というところで調べてみたんですけども、10万年前っていうと、これ人間はまだ人じゃないんですよね。何でしたネアンデルタール人。ネアンデルタール人だったんだ。んうんはい、で、大阪市内をナウマンゾウが活歩していたとここらナウマンゾウおったんですかそ,、ねえー、その足跡の化石が出てるぐらい。 ナウマン像がおった時代から今までで10万年後 <laughs> 全くもってどないなるやわからんもう気の遠くなるようなこっから10万年後人類がどないなってるやらそうです、ね、今みたいにね、うん、日本で歩いて足で歩いて、ね、こんな日本語で大阪弁しゃべってるなんていうことはちょっと普通。 考えられないです、ね。まあフィンランドですからね。ああごめんなさいフィンランドで大阪ペンライすべて <laughs> <laughs> フィンランドという国があるかなしや。そうなんです。すべてわからないぐらいの壮大な話ですね。そうなんです。でちょっと私もわからなくなりまして、えーえー、地上に上がってからですねこれ運営しているのはポシバというですねあの民間企業の民間企業なんですか。そうなんです。でそこの社長さんにインタビューすることができまして、えー、これは 要するに、えー、伝えていくのか危険なものが埋まっていると、それとも何もなかったことにするのかどうなんですかということを、うんえー、聞いてみました。オンカロンはこれは伝えていくべきものなのか忘れさせるべきものなのか、それはどういうふうにお考えですか。解き去ってマーフィンのたった一画を消して、その忘れることは可能だというふうにお考えです。 バルマーティンの夜行くよってやっとれなきゃしてもったあのー、忘,れ忘れていいんだとうん、ね、そうなんですで忘れることできるのかと聞きましたら<え>まああのなんか看板ぐらい立てるかもしれないけどコントロールする必要は一切ないんだよとなんでですかの眠らせてるからいいのそうなんですほうで あのー、未来のね、10万年後の人間ですから、言葉だってね、さっき水野さんおっしゃったように、ええ、どうなってるかわからないのに、はい、っていうのを聞きましたら、まあ、ここはあの鉱山的なね、鉱山、はあ、メリットはないし、鉱物が出るわけではないし、ビジネス的に,に掘っておいしいもんやないっていうメリットがないから大丈夫だよと、大丈夫かどうか掘ってみない分かりませんよ、うん、掘ってみたら出てきますやん、そうなんです、で、まあ、人間っていうのは、好奇心がありますよね。はあ 今でもその遺跡を掘ってみたりとかですね。そうやわで。ピラミッド、洞窟したりとか。ま,まあそんな話はいくらでもあるわけで。まあ、やっぱりそのあたりは、詰めて聞くと、まあ、ポシバ社の方針も揺れててですね。うん、例えば今、看板という話、えー、社長さんおっしゃってましたけども、はい。ここに放射性物質があるから危ないから、近寄ってはいけないよ、ということをどうやっておっしゃっか、はいう言葉ではなく。ということは、要するにどんな人間でも、 見たらちょっと不愉快に思うような絵を置いてみようかとか、これがその絵なんですよね。うん、これ名の絵ですの<か>なんかあの茨がトゲトゲしているような絵ですけど、これを見て不愉快と思う文化が何年続くと思いますの。ね、逆に好奇心を呼ぶかもわかりませんね。そうですね。だその辺はまあまだこう定まって でないですね。ようですね。そもそもここがあの候補地になって、まあ、こうやってプロジェクト進んでるというな、こう。こう科学的な根拠。あの、その岩盤が厚いとかですね。いろいろあるんでしょうけど。あの、絶対のね。安心なんて地殻変動だから、わからないですね。地球、その辺は、なんか言ってましたか?。まあ、あの氷河期。まず、地震がないというのがありますし。あ、うん、フィンランドは地震があまりない。で、まあ、おっしゃられたように、岩盤が。 分厚いと、うん、えっとですね十何億年十八億年前か何かの岩盤なんだそうですこのあたりは、うんうん、ですねまあ今後もまあ自信はないだろうとないだろうないだろうと十万年もないっていうのとは話違うはずですけどね、えー、でもないだろうと思るわけ、ねえー、ないだろうと、えー、ですねであのー、いずれにせよまあこの 各のねゴミを引き受ける、10万年で引き受けるっていうのは、あまり気持ちのいい話ではないとそうそう、あのここのとこ伺いたいのはね、<ん>ラジオネーム、たぬきわんわんさんが聞いてくださったんですよ、<ん>オンカロの人たちは、そのまあここのマスですね、<ん>オンカロを作るという、はい、この町の人たち喜んで受け入れてるんですか、それとも日本みたいに地元が札束で引っ張ったかれてるっていうようなことあるんですかって聞いてらっしゃいますよ。 あのーまあ、限られた時間の中ですので、はいあのー、大勢の方に聞けたわけじゃないんですけれども、私が聞いた限りでは、うん、あまり皆さん、嫌だとか危ないという感じはなかったですね。地元の方もあんまりない。そうなんです、す<う>、あのー、札束という話があったんですけれども、ええあのー、交付金っていうのは日本みたいにないんですね、うん、原,発原発というか原子力関連施設を引き受けても。うんはい ただ、その点は、あのー、まあ、フィンランドでは、原子力関連の施設に関しては、あのー、自治体が固定資産税を自由に決めれると、ある一定レベルまで。ほう。えー、ですんで、あのー、この例えば、エウラ行きという町で言いますと、税収の25%が、えー、原発関連の企業の固定資産税。はぁ、あ。 税金が原発企業がドーンと払ってくれるから、随分と町としては楽になるんだ。そうなんです。はあ、まあですからその点は、あの、日本の、うん。えー、原発、まあねと言われると、えー、まあ、ちょっと似た環境ではありますよね。<て> <laughs> まあ、うん、にしても、お皆さん、こう目立った反対運動が起こるわけでもない,いなんでですかね、それ。 あの、それをいろいろ考えてみたんですけれども、はい、話を聞いて、まず、自信、うん、がない。うん。これは日本と大き違いですね。それは大きいですね。うん、で、あの、隣がロシアという大国で、うんはい、フィンランドというのはもう歴史的にずっとこのロシアに翻弄されてきた。はあ、い。だから、エネルギー安保というんですか、うん、えー、エネルギーの面で独立意識っていうのが非常に高い。うん、はい。他国に頼りたくないということですね。あ。 それからノキアっていうあの携帯電話、はいはい、これはあの巨大通信企業ですけども、これ,フィン,ンれフィンランドなんですか、<っ>ノキア。まあに代表するもう自国への、自国の技術へのまあ誇りというか、自信が非常に強いんですね日本もちょっと前までそうでしたけどね、ねフィンランドの方は今も自国は大丈夫だと思っていらっしゃる、はい、だけど、福島のことはご存知なんでしょう、もちろん。聞くと皆さんんご存知なんですけれども、はい 同じようなことがフィンランドで起こるとは思えないと。うん技術的に大丈夫だからと、はい、プラス、えー、フィンランドの,です、ね、この原子力の規制組織っていうのを STUK っていうんですけども、はい、これが、まあ、確かに独立性が非常に高くてですね。うん えー、まあ原子力企業ですね。うん、原子力産業、それから官庁との人事交流もなくてですね。原子力村とはもうちゃんと別個にある、<laughs> 規制するべきものがあるんですね。独立してあると。<laughs> はい。で、まあ一説によると警察よりも信頼があると国民から。へ,へ <laughs> で、まあこの組織が徹底して情報公開を行ってるから、<laughs> まあみんな信用するんだというふうに、はぁ <laughs>、まあ おっしゃられるわけなんでもまあ私のまあ日本の記者である私のまあ修正というかそれでも信じられなくて、はい、そ,そうですよね浦きの町長さんにインタビューする機会がありましたので聞いていましたらこんなふうに言われてしまいました。 例え10万年後のここに住んでる人たちに対する責任ということも含めて、決めたということでよろしいんでしょうか。何といんですか、長は。日本と違ってですね、フィンランドでは国民とあの行政、 当局との信頼関係が分厚い、厚いんで、大丈夫なんですよと。行政のことみんなが信頼してるんですか今ですね日本と違って、強烈ですね、いろんご心配なくという。あら、まあ、うちは信頼関係できてますね。オタクとはちゃいますね、と言われてしまいました。ええーまあ、だから、その、取材して感じました、10万年先までってね、どこまで責任持ってるのか、地形も変わる。 で、それから国民、住民がね、理解納得してるとは言うんだけれども、うん、それがどこまで完璧な透明性っていうのが、実際に担保されてるのか、実行されたのかっていうのは、えー、まあ不安な点はあるんです。はい、ただし、やっぱりこの原発が最初ありました、トイレのないマンションとまあ言われてる中、うんうん、フィンランドという国は少なくとも自分たちでトイレを作った。 まあ確かにね、まあ、そのトイレがどれだけ確実なトイレなのか、えー、10万年持つトイレなのかどうかっていうことは、いろいろ思いますけどね、<や>私らは。うん、一応、トイレを自分たちで作ったというところは、作りはったわけだその決断をしたっていうところは、やっぱり尊重すべきで、あ<ー>まあ基本的に言うと、他国のね、われわれが何かこう言える問題ではないなというのは、確かに思いましたーあのヨーロッパは他に、あのー。 例えばフランスなんかは、原子力に頼る依存率を減らそうとかね、あのスイスはもうやめるとか、ドイツをやめるということになったんですけど、フィンランドはそういう、そのまあ、こういうものを作ってもです、ね、脱原発という動きにはなっていってないんですか、もう作ったから安心ということですかあのこれが決まって、ですねこれ、エウラーユキという町にあるんですけれども、エウラーユキはもともと原発の町だったんですけれども、今まさに、えーこえー、3号機。 オルキルオート原発3号機といいまして、世界最大級の原発を作っていますそれはオンカローがもう建設できて、準備もできたから、ええということもあるわけです,かすそうですで、かつさらに4号機の計画まで立ててると、ええ、つまりトイレ作ったで、新しいマンションまだ作るでっていう動きにフィンランドはなってるんだ、うん、そうなんですね。 でですんで先ほど、基本的にはこの決定を、決断を尊重すべきと言いながらも、うん、まあ結局、放射性原発の事故とか起きますと、これ、国境とか関係なく拡散してしまいますからね、ええ、まだそのあたりは難しい問題だなというのを感じましたこれ、例えばまあテロっていうことだって、考えなきゃいけないリスクの一つでしょ。 10万年だったら大陸移動しま、ねうん、いやもうあの我々は今度の富士福島の事故もですね想定外ということ使われましたけどこう自然というものは我々のもう計り知らないところでね何が起こるかわからないという恐れというものはどの国もどの社会もあるはずなんですよね。うん、でそれをなんかこう人類のこう小手先のですねこう技術とかそういうものでなんかできるというこう 私はおごり見たのをねちょっと感じてしまうんですけどねうあの地殻変動がじゃあおおかお起きない,ないということをどんな地質学者が言ったとしてもそれが本当なのかという保証はなかなか我々は得られないんじゃないかなと思うんですけどね安心感は。何、ね、か氷河期が訪れたりして生物に異変が起こらないかとかそれは言い始めたら本当にキリがないいろんなリスクはあるんですがただまあ 彼らはフィンランドの人たちは一応トイレと考えるものを作った。うん、さあそこでじゃあ次は日本はどうなのかという話をこの後また続けていきたいと思います。えー、ここまでフィンランドのオンカロ取材、毎日放送伊佐治一記者に伝えてもらいました。